大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家一つです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、あとね、3営業日で10.53まで SOXL 最安値届いていくのか、カウントダウンが開始という、ね、ことになっております。こちらはね、どういうことなのか、ゆっくりと観察していきたいと。 この番組は SOXL を使ってエボラ局面を乗り切っていこうという番組になっております。短期売買指差し値、ね、公開しております。4ターン目、なかなか終了しませんけれどもね、えじっくりと構えていきたいと思います。それではまずは月曜日の SOXL の振り返りえ、そして火曜日以降の戦略会議、進めていきたいと思います。スタートです。この番組は、 長期投資資産形成ではありません。短期取引でお小遣いを増やしていくチャレンジ企画です。損切りもありますのでご了承くださいと。まずは、米国債利回り、10年債利回り3.11、若干上昇と。2年債利回り3.43、若干下落ということでね、まあ、10年もの、2年ものの逆イールド、立場逆転は、ね、依然と続いております。 さあ、10年債利回りがね、どの段階で今のね、2年債利回り3.4あたりになってくるのかと、そして本当にね、専門家が危惧しているようにね、この10年債利回りが4%というところにね、届いていくのかどうかと、おそらく10年債利回りが4%を超えたときっていうのは、SOXL はね、最安値を更新していると。 10ドル台切りの、ね、SOXL ていうのが誕生していると思いますので、まあ、10年債利回りが本当に4%になって、とてつもない数字、乗っていくのかどうかっていうのを、ねまあ、確認していきたいと。まあ、株式の方がが、ね、下がってくると、このようなニュースの方もも、ね、出てくるということで、エミム銘柄は、バクチは OK と、FRB 金利上げペース落とす必要があると、シーゲル氏ということでね。 まあ、ミーム柄っていうのはね、ねもうここはね完全にねババ抜きになっておりますので、投資というよりは投機、ギャンブルということになってますんでね、ねこのミィム銘柄に我々はまはあ、手を出す必要はないということですね。そして、現実はインフレピークアウトに達しつつある、だから過激にね、はい、利上げをする必要はないということで、シーゲル氏は。 商品価格と住宅市場の減速に言及し、統計的には高止まりするだろうが、現実世界ではインフレがピークに達しつつあると捉えていると。年末までに100ベーシスポイントを超える追加金利をね、決定すべきだとは思わないと。あまりね、利上げのペースをね、進めていくというのはね、どうかと。今の段階で少しずつ、まあ0.25ずつでもね、いいんじゃないかと。 いうふうにね、まあ、シーゲル博士は言っているということですね。原油価格の方がね、意に反してちょっと上昇してきましたので、ちょっと怖いかなということで、96.88まで、ね、上昇してきました。 100ドル以下ですとね、まあ原油価格っていうのは安定してるのかなと思うんですけれど、100ドル超えてくるとね、またアメリカの経済にね、与えてくるダメージっていうのがね、乗ってきますので、ちょっと100ドルね、超えないかどうかっていうのをしっかりと観測していきたいと。 7月、8月はね、意外と原油価格は安定しておりましたので、あとはね、天然ガスと中古住宅価格、ここがね、ぐっと下がってくれば、エネルギー問題というのもね、とりあえずはね、一段落するんですけれど、まあ、ロシア、ウクライナ問題があるんでね、えー、なかなか天然ガスの問題っていうのはね、えー、なくなっていかないのかなというところが、ちょっと考え物ですよね。 恐怖指数なんですけれど、株価が下がるから恐怖指数が上がるのか、恐怖指数が上がるから株価が下がるのかというところでね、まあ鶏が先か卵が先かというね、論争になってしまうんですけれども、 32.24までね上昇してきたということで、こちらはナスダック100の恐怖指数ですので、40を超えてこないとね、ローバー寄りが加速するということはありません。けれども、お給営業日ね、しっかりと上昇しているということになっておりますので、ここね、あと何日ぐらいね、上昇が続いていくのかどうかっていうのをね、見ていきたいかなと。こちらはね、SOXL の冷やしのチャートの方になっております。 15.05でフィニッシュと、前日比マイナス5.82%下落しているということでね、TDC 検査ル的には2営業日下落してます。出来高の方もね、金曜日、まあここはね、ロー売,売りが加速したのかなということで出来高がね、ドンとついたんですけれど、月曜日どうなるんだろうと思ってたんですけれど、こちらもね、窓を開けて下落ということで、平均出来高の方もね、しっかりとタッチしているということになってますんで、さあこのね、 下げがねどこまで続いていくのかというところがあると思うんですけれど。 まあ一つのね、観測としましては、金曜日ね、大きく出来高をね、つけてね、下がっているということで、さあここ、大口の投資家、機関投資家がね、そろそろね、バカンスを終了して戻ってきてるのかというところがね、あると思います。大口の投資家、機関投資家の人たちっていうのが一旦売り出しますと、彼らはポジションを大量に保有してますのでね、1日では売り切れないというところがありますので、まあ2、3日、大幅にね、下げが続く 続くというのは、基幹投資家の、ね、人たちの売りが先行、ね、し始めてるのかなというところを、ね、考えられるのかなと、えー。ということは、とうとう基幹投資家の人たちがマーケットに、ね、戻りつつあるんじゃないのかなというふうに考えております。そして SOXL が、ね、まずは10.53、ここに、ね、向けて加速していっているんじゃないのかなというのが、いや実はね、6月28日のこの値段と、そして金融 金曜日のね、終値につけました SOXL の値段っていうのがえ実は同じなんですよね。そして6月の28日につけた SOXL のね、その値段から4営業日に、ね、下落で10.53まで届いたというね、実績があるんですよね。え6月の28日の開始のね、値段と 金曜日の終値の値段っていうのがね、一緒だったんで、じゃあ、こっから4営業日、もしくはね、5営業日、下落していくと、10.53までね、届いていくと。最短あと3営業日で10.53まで届くということになりますのでね、ここ、10.53まで本当にね、届いていくのかと。 まあ、あと3営業日といいますと、火、水、木ですよね。今週の木曜日、ここでね、はい、10.53までね、届いていく可能性もあるというところはね、まあ、頭の片隅に置いて、今からね、はい、毎日の。 安値の方をを、ね、拾っていかれる方、えー、ひょっとすると10.53まで、ね、落ちる可能性もあるんで、現金ポジションですよね、えー、こちらの方うを、まあ、多少、ね、残し気味にしておいた方がいいのかなと、まあ、そんなことは言ってても、絶対にそこまで落ちるという、ね、確証はありませんので、まあ、今の、ね、日々の最安値を拾っていくということも、ね、すごく重要だと思いますから、このバランスを、ね、いかに取れるのかっていうのが、まあ、投資家の腕の見せ所だと思います。 SOX はね、まあ、上昇しておりますね。44.99までね、上昇してきました。2営業日上昇ということになってます。まあ、もちろんね、出来高の方もしっかりとついているということで、さあ、どこまでね、上昇していくのかどうかが楽しみと。こちらがね、SOXL の1日のチャートということになっております。 まあ、プレマーケットの、ね、段階で4%ぐらい下げていたんですよね。そしてマーケットが開いてからは一旦上昇して、ね、前日比3%ぐらいまでの下げに収まってあこのまま今日は、ね、上昇していくのかなということで見てましたらそのまま、ね、一旦下落とそしてこの、ね、一番下落したところが14.95なんですよね。で私は 14. で14ドル台の SXL をし、ね おりましたので残念残念ながらね14ドル台の SXL をねマーケットとしてはねゲットすることができませんでしたので、まあ、火曜日以降に持ち越しかなとあとは、ねえー、そのまま上げ下げを繰り返していきながらね、えー、若干、えー、最後 ああねえー、またああ下げてて終わってると、えー、ただ、ね、一番下げてきましたけれど、終値では、ねえー、まだ15.05ということで、ね、15ドル台で踏みとどまってますんで、えー、ここちょっとね、本当15ドルっていうのを突き抜けていきますとね、えー、次は13ドル台、13ドル突き抜けると10ドル台が見えてくると、えー、いうことになりますので、まあ本当にね、木曜日10.53、もう一度ね、到達していただけるのかどうかというところ、ここはね、しっかりと 楽しんでいいきたいところとまあ、そんなことは言うてもね、いつ上昇に転ずるのかが分からないというのが株式市場ですから、まあ、今日もね、しっかりと安値の方を拾っていこうかということで、今日はね、上に降りますと17.45、下に降りますと12.64まではね、下げていく余地があるということで、ただこれはね、マックスの値になってますので、まあ、実際にはね、今日もまだ下げトレンドだったとしても、マイナス4%あたり14.44、まあ、このあたりをね、 参考にしていただけるのが、まあ、一番現実的にね、指していきやすいところかなと。SOXS の方ですね、えー、こちらはシーソーの関係ですから、一旦上昇して、下落して上昇ということで。 終わり値が44.99ということで、まあ、今日のレンジとしてはね、上は52.18、下はね、37.79ということなので、まあ、どこまでね、えー、皆さん我慢して利益を乗せていくのかどうかと、もうここは完全にね、はい、どこまで上がっていくのかっていうのが見えてきませんから、まあ、完全にチキンレースですよね。えー、本当は先ブレーキね、かけた方がいいのかというところがありますので、まあ、このあたりね、さんの腕の見せ所ころで、あとね、数日しっかりとね、上昇して うすると思えば、まあ、まだね我慢のししどころなんでしょうかもう私がもし持ってたらね利益乗ってたらさっさと売っちゃいますねあのチキンなんで。はいさあそうしましてね最近の方はしっかりとね購入の方は続けているということで170ね3株。 金曜日のマーケットの方でで、ね、持ってたんですけれど、そこから10株追加購入しまして、183株ということで、平均取得単価も、ね、19.6551まで、ね、下げることに成功していると。火曜日の、ね、戦略なんですけれど、TDC ケンシャル的には、ね、今、2営業日下落ということを示してるんですけれど、これは SXL だけが、ね、特殊で、999。 TECL、ウェブルなどはね、すべて下落トレンドが継続しておりまして、7営業日、8営業日、下落ということになってますんで、まあ、SXL もね、木曜日の上昇で一旦ね、上昇トレンドに移って、その後金曜日、下落トレンドに移ったんですけれども、私的にはね、下落トレンドが継続してると考えてもいいんじゃないかということで、そうなっていきますと、もう8営業日、9営業日あたりね、今日、明日でなってきますんで、まあ、いつね、上昇トレンドに移っても いいんじゃないかということでね、まあ、こうなってくると、日々、その日の最安値をねしっかりと購入していくということで、えー、今日のの、ね、買いの差し値っていうのは、私の場合はね月曜日のマーケットで買い損ねた14.89、14.95までしかね下がりませんでしたから、もう一度リベンジということで、14.89からね下は13.97まで段階的に差していって、しっかりと平均食単価をね下げていきたいということになっております。 まあ、金曜日の、ねえー、パウエル法の活動から、えー、月曜日どうなるのかというところを見てたんですけれど、まあ、しっかりと、ね、月曜日も。 下落してきたということなので、まあ今日、き日う、あぐらいまでは、えー、しっかりと下げてくるのかなと。えー、ただ、問題は、まあ、9月1日、こちらの方の時間外取引で、えー、半導体企業の決算もありますし、9月2日、雇用統計の方うが、ね、出てきまして、おそらくいい、ね、雇用統計の結果っていうのが出てくると思うので、まあ、そのあたりが、ね、転換点になってくるのかどうか、そこがね、すごく今週の見どころになってくるのかなと。あとはは、ね、金曜日にはミシガンンののマインド指数の方も出て いきますんでまあそのね金曜日あたりでね上昇トレンド最悪にはね移っていくんじゃないかなと予測しておりますけれどさあ本当にねそのような値、ね、動きになっていくのかどうか今日もねエリカのマーケットはねもちろん開いていきますのでしっかりと観察していきたいということでね22時からいつも通りライブ放送の方をかけていきたいと思いますのでライブ放送のご参加お待ちしております最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします